路面電車は2回目ですね。2連続です。最近路線が伸びました。環状化するためです。4路線に分かれていますが、環状運転をしていますから、あまり感じませんね。標準の色は緑色です。どことなく、見た気もしますが、都営バスに似ているからでしょうか。走っているエリアは札幌の南側ですね。すすきのとか山花のエリアを走っていますから、札幌駅とかの中心部ではありません。どうやら赤字のようです。新型電車があまりいないと思ったら、やっぱり利用者が少ないからでしょうね。路面電車のいいところは、バスよりも時間に安心感がある点ですかね。札幌ではバスが多く走っています。北海道中央バス、JR 北海道バス、JR 鉄などです。この3社が多く路線を運行していますから、そっちの方が多分便利でしょう。市営バスは赤字だったからか、この3社に路線を上げてしまいました。交通局が運営しているのは地下鉄と路面電車のみです。やっぱり時代にそぐわない設備ですから、どうしても路面電車は浮いてしまいますね。早いうちに廃止してれば、今頃何も困っていないのでしょうが、少し残してしまったので、下手に廃止できなくなったのでしょう。運転頻度は多くはなくて、9分に1本とかです。もう少しあった方がいいような気もしますが、バスが多く走っていれば、いらないような気もします。しかし新路線を作ったわけですし、廃止にはしないでしょうね。A1200 型は新型車両です。まるでヨーロッパにでも走っていそうな路面電車です。こういう気軽に乗れるスタイリッシュな路面電車があるといいんですけどね。景観にもいいじゃないですか。洗練としたデザインに好感を覚えます。しかし、利用者を考えると、提唱者の多くが編成が長いですし、路面電車文化もない日本ですので、ここまでのものを求めているかは厳しいですね。何事も中途半端になっていると、やっぱり収支も成り立たないし、運営が厳しいのではないかというのが、路面電車の現状ですね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうか？チャンネル登録、よろしくお願いします。